だパスファインダーなんだよね。出たれー、またパスですか。わかる、またパスですか。パスです。もうええってパスばっか。もうええでしょ、もうええでしょ。見た、全部見たよ。あっという間だよな、あれ7話とか言って、うん、もっと出してくれ。そうだね。でもあのサクッと感がいい、すぐ見れる。まあ確かに、よかった伝わって。もうええでしょ。なんか最近全員見たんじゃない、地面師。最近地面師ネタマジで私こすりすぎて、この前あのプメルパーティーやったんだけどさ、うん、なんかその時なんかみんななんか無視、意図的に無視してたのか、それと知らないのか、有坂さんだけ笑ってんのみんな、まあ、ガン無視私と有坂だけもうええでしょとか言ってめっちゃ笑ってんのに、もうええでしょって言ってる人だと思ったんじゃない。こいつ何がおもろいねみたいな。元ネタ知らなかったらすげえ寒いやつみたいな。いや、わかる。元ネタ通じないギャグ言った時さ、すごいなんか悲しくなるよね、通じなかった時。あ、まあわかる、ごめん。もうええでしょ。でも私大体拾えるから。でも1個準備して任せてほしい。地面師見たけど、地面師ネタ使ってる人で笑ったことない。なんで、どういう感性をお持ち。もうええでしょが一番なんか代名詞みたいになってるよね。確かに、なんでもうええでしょが代名詞なの、ね、だってもう意味わからんぐらい、ありえんぐらい言ってたやん、もうええでしょとか言って。あれだよ、てかね、もうみんながこすりすぎて笑いにならなくなってきた感ある。もうもはやあのなんかあれあるやん、最もなんとかでカントラのみたいな、最もフィジカルで、最もプリミティブで、最もフェスティバルなみたいなやつね。それフェスティバル祭りすんなよ。それ映像しだした瞬間、真顔だもん。もう冷めてんな。何回も聞いたと思って。冷めてんな。もうツイッターでも見るし。フェスティバル、フェスティバル、ダメか。マジ逆張りで見てなかったから今一番おもろい。逆張りすんなよ、ちょっと遅いよね。もう今あれじゃない、極悪女王じゃない。ごめんなさい、何を言ってるか。え、極悪女王見てないの、ユリアンの。ネットフリ、うん。あれか、ユリアンのプロレスのやつ。プロレスラーの結構おもろかったよ。てかすごかった、ユリアンめっちゃ演技うまい。なんか痛そうって思って、その広告みたいなのあるじゃん。まあめっちゃ痛そうではある。だから本当にあった引退試合とかを完全再現してるさ、知らなかったから、こんな試合があったのと思った。本家見てみたの、本物見たらマジかってなったもん。女子プロえぐい痛そう、えぐいえぐい痛そうとかじゃないもん。プロレスな、痛そうすぎて見れないんだよな。わかるね。でもね、すごいね、なんか見方変わった。うわ、かっこいいってなった。まあ、かっこいいとか、まあそりゃそうだけど、痛そうがもうやっぱな。なんか日本で最も嫌われた女子プロレスラーの役をやってる、ユリアンが。ダンプ、ダンプ松本さんね。そうそうそう、プロレスラーの人がさ、うん、道端で不審者に出会ったとしてさ、一番最初に繰り出す技って何なんだろう。何なんだろうね。やっぱパーン、首パーンじゃない。首パーンなんかな。何されるかによるんじゃない、後ろからとか前からとか。まあ確かに、やっぱ絶対勝てんのかな。でも刃物とか持ってる可能性だったらしい。ちょっと鋭利な刃物持ってたらな。いやでもプロレスも刃物持って出してくるよ。まあそうだ。普通に事件、傷害事件みたいな。プロレスって刃物いいの。刃物っていうかなんかね、ハサミで頭ザクザク刺したりするよ。やばいよ、怖っ。なんか怖で、スプーンじゃない、フォークか、フォークで頭突き刺したりするし。え、怖っ。やばい、ガチでマジで怖いんだけど。なんかね、血が出るのが盛り上がるみたいな、なんか時代なのかもしれないけど。怖え。痛くないのかな、まあ、痛いよな。痛くないことないんじゃない。そりゃそうだよな。でも痛みにはまあ慣れてそうではある。痛いけど、うちらとかだって多分頭にフォーク刺されたら、まあまあってその場で泣いちゃうけど、いってーみたいな感じにはなるんじゃない。普通にフォークもハサミもどっちもえぐいでしょな。めっちゃ痛い経験したことある。めっちゃ痛い経験か。今までで一番痛かった。あ、一番痛いのね、めっちゃちっちゃい時なんだけど、うんうん、お風呂でなんかしてて、お風呂の椅子あるじゃん、うん、お風呂の椅子の上に立ってすっ転んで前歯を強打したことがめっちゃ痛かったかも。人生で一番痛かったかもしれん。え、子供でよかったね。え、前歯早変わる前でしょ。そう、早変わる前。よかったね。うわ、
た。ママか弟かどっちかと入ってて、なんかふざけて多分椅子の上に立って危なさ、それでスコーンって言って前ばっかーんってぶつけた。やばい、聞くだけで痛い。めっちゃ血出た。うわ、今でも覚えてるって相当痛かったんだな。いや、めっちゃ痛かったよ。うわー、ちょ、覚えてるのがちょっとな。あれじゃない、最近の、最近じゃない足。いや、足のは痛かったんだけど、瞬間風速はそうでもないんだよな。あ、そうなんだ。あの、ずっと痛いみたいな。あー、はいはいはい。瞬間風速で痛かったのは、小学生の時なんだけど、痛かった箇所がちょっと。で、痛かった箇所がちょっと。こうですか、こうかですか。股間ではない。あ、股間ではないか。股間ではない。股間ではないか。うん、股間ではない。ちょっと痛かった場所がな。え、股間じゃない場合も普通、おっぱいになってきちゃいますけど。言い方がキモ。その前の、ちょっと見せてもらっていいですか。胸とかじゃない。あ、胸とかじゃないか。そう、やっぱ昔はね、配信で普通に話してたんだけど、やっぱ最近はちょっとなんかね、こう立場というものもありますから、書かれてはいたんですけど。そんな股間以外に言えないとかあるんだ、股間が言えて。一応なんか小学生に、学校の、うん、なんかこれできやん、もともとできめっちゃいる、めっちゃいる、やばい。あっ、みんなの頼む、逃げたって。もう無理や、もう無理だから乳首の話する。乳首なんだ、無理やん。じゃあ乳首の話していい？いいよ、うん、いいよ。小学校のトイレさ、まあ、小学校じゃなくてもだと思うんだけど、うん、結構トイレってさ、銀の輪っかにさ、こう横からスライドしてさ、入れるタイプの鍵やん、うん、で、うちめっちゃ急いでて、なんかでシュッてトイレ入ったのに、うん、もうほんと、あ、扉開けてもうすぐシュッみたいな、体ねじ込むぐらい、はいはいはい、その輪っかのとこに乳首が引っかかって、どういう状況？ザリってなって、ザリってザリってなって、確認したその場で、取れたかと思って、やばい今取れたんちゃうかなと思って確認した。今ヒュンってした。取れてなかった？取れてなかった。あー、よかった。恐れすぎて、写真見たい。え、写真見たい。ないないない、ないか。今はないか。お前今はないよ。ないか。今想像してなんかもうゾワゾワした体が。いや、マジで痛かったよ。なんで痛いのかもあんま分かんなかったしな。ちっちゃい時の乳首の重要性って分かんないやんね。うん、え、しかも全然なんか想像がつかなくて怖いんだけど。まあでもあれか、うわ怖い、痛い。みんなやっぱちっちゃい頃の大人になって痛いことしないんだやっぱ。まあさすがにね、学習能力ってもんがありますからね、うん。なんか今だったらさ、それこそ上も下着つけてるからさ、その輪っかに引っかかるとか絶対ないわけ、同じ状況になっても。はいはいはい、はい、うん。小学校低学年とかだったから多分、マジで痛かったな。マジで痛そう。あ、尿路結石はマジで痛いらしいね。なんか人間が感じる痛みの中でもトップ3に入るみたいに言うよね。でも最近、うちのいとこのお父さんが尿路結石になって、で、自営業してるから、自営業って配達してるんですね。注文入ってるんですよ、尿路結石になっちゃって配達ができないから。私配達行ったんよ、うん、最近手伝いに。手伝いで。そう、でも普段めっちゃ温厚な人なのに、めっちゃ奥さんにキレてたから、奥さんもいとこのお母さんに、うん、めっちゃ怒ってイライラして、うん、言ってたから、多分相当痛いんだろうなっていう。かわいそう。マジで痛いらしい。じゃあ女の子の友達が尿路結石なんてさ、女の子なるの？なんかなるらしくて、その子なんかずっとゲームしてて、え、なんかいる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 。で、なんだっけ、尿路結石がなんだっけ。なんか仕事もなんかリモートのなんか仕事だったから、のだと、うん、ゲーマーだからずっと座ってて、でずっとあれ飲んでたんだって、緑茶で、ある日突然立てなくなって、痛すぎて、うわ、救急車呼んで見てもらったら尿路結石みたいな。へえ。その子もなんか女の子はならないと思ってて、ね、みたいな感じだった。なんで緑茶なんだろう、なんだろうね、なりやすい、石になりやすい成分含んでんじゃない。へぇ、気をつけた方がいいよって言われて、マジで怖かったわ。誰かね、目に何が痛かったんだって。今年ね、私中学生の時なんだけど、ちょっと中学生ってやっぱ荒れる時期じゃないですか。でやっぱ門限とか破りたくなって、で夜に友達とこの看板集合して、夜8時とかに語ろうよみたいな、うん、会があったの。語ろうぜみたいな。語ろうぜ。そういう語りんちょしようよみたいな。語りんちょ会があったんだよね。でも一
けないじゃん。あ、でもそれ結構繰り返してて私、でも親にバレててめっちゃ怒られて、お前次やったらマジでみたいな感じだったから、なんか家の玄関に空き缶吊るされたりしたんだよね。なんか玄関出たら、ね、そうカンカンで音鳴るようにされたり、だからもう自分の部屋の2階の窓からぶら下がって飛んでみたの。さ飛んでみたの。普通に足折れた。お前バカすぎる。折れんだそれで、ね、普通に折れた。2階って結構えぐいんだな。なんか指からいっちゃって、しかもうわーほやな、薬指だったかな、小指だったかな、がもう、しかもそれ言えないから、なんでかお母さんに、まあそうだよね、黙ってた親にめっちゃ痛い中、うん、で保健室行ったの、次の日の朝一で保健室行って、保健の先生に足が痛いって言って見せたら、足がもう紫色パンパンになってて今すぐ病院行った方がいいって言われて、病院行って、うん、なんでこうなったのっていうので正直に言って、もうはははははは